東京アムアムワールドアムアム、こんにちは、うちや。なんか見せてくれようとしましたけど、うわ、女の子やったら可愛かったな、この隠し方。さあ、おばさん、はい、本日は何でしょう。本日はこちら、ドン、福神漬け。はい、こちらスタミナが盗んできました。そんなわけないでしょ。これなんかスタミナがね、もらってきたみたいなのよ。はい、普通盗んだみたいです。はい、盗んだっぽいです。福神漬けをね、もらってきたらしいから、はい、これでなんか料理をできないか。福神漬けってだってさ、カレーの時しか使わないでしょ。確かに。そう、だから家庭でね、福神漬け買うとカレーにしか使わないの、基本。うんうん、だからちょっと他の料理でね、福神漬けアレンジ。東京アムアムワールド、用意するものはこちら、福神漬け、長芋、クリームチーズ、オリー。まず長芋皮剥いていきます。そしたら長芋をね、切ってきます。この端っこのところは捨て、はい、できました。ドリームチーズ、キリがやっぱね、美味しいよね。さあ、クリームチーズ入れました。福神漬けをちょっと水気切ります。もうこれバーって入れる、ほら。すげえ。まず和えちゃう、これで。ごめんなさい、醤油ね、醤油をね少し入れます。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、美味しい。できました。ありがとうございます。福神漬け救済レシピ、おつまみやでん。おつまみやでん、やでん、おつやみだよ、おつやみだよ。おつまみやでん、おつまみやでん。いただき合う、これがもうね、合うのよ。おそらく、おそらく、え、実験的料理ってことですか。いや、私のもう口の中ではできてる。え、頭の中では。ベラボリうまいよ。何これ。これは私オリジナルなんだけど。オリジナル、これ。そうよ、これはいいと思うのよ。福神漬けも生かされて、これはいいわ。何これ。うん、最高、最高ですよ。居酒屋さん出てきたら最高ね、うん、初めてじゃない、福神漬け作った人。これ気づいてないと思う、福神漬け自身も。これ私なの。いや、これすごいわ。めっちゃうま。食感がいい、うん、コリコリとシャキシャキで、うん、うん、でクリームチーズも合うし、めっちゃうまい、めちゃくちゃうまい、めちゃうまい。長芋はね、免疫力も上がるし、うん、うん、今のね、ご時世大事、うん、カレーにこれ かけても合いそう。かする必要ねえもんな。確かに、確かに、ソースとかじゃないですもんね。それをめっちゃ静かに入りましたね。無理してない、無理してカスジジを演じてない。何それ。もうあなたは無理してるよ、カスジジとして。マジ、ねえ、めっちゃうまかった。ちょっと すごいな、盗んだ甲斐あった。あ、そうです。ごちそうさまでした。スランプが抜け出せない。皆さんも福神漬け余ったら作ってみてください。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。
じゃんけんグーからのチョキ。